はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。さあ、日付変わりました。これザ・バイパーね、特殊能力持ちの追加キャラ、今日はね神引きして、そしてイベント限定のねスコアタックでですね使っていきたいなと思います。さあ、気になるのはやっぱり確率だよね。さあ、どうなんでしょうか。んワイルドボーイ復刻、何これはどういうことか。復刻が先に来たか。ワイルドボーイスキルの秘伝書が登場ということで、まあもう何とも言いようがないよ。まあでもワイルドボーイは非常に使えるキャラであることは確か。僕もですね、今回の攻略で相当使いました。っていうかね、僕はもうワイルドボーイ持ってるんで、これに関してはガチャ引きようがないんだよね。まあ、ただ今回スケルの秘伝書が 1.5% 追加されてますね。そしてワイルドボーイは 0.8%、 また微妙だよね。復刻でさ、ワイルドボーイにさ焦点当ててくるならもう少し上げてほしい。まあ例えば 8% とかね、まあ、やってくれたらね結構良かったかなと思うんだけど、微妙っすね。これまあ持っていない人はね、まあ、ワンチャン狙うのはありかなと思います。そしてスケルの秘伝書、これ非常に気になる。 1.5% か。まあどうなんだろう。でも僕結構スキルの秘伝書ね今持ってるんですよ。なのであえて 1.5% か、また微妙っすね。まあどうなんだろう、ちょっと引いてみるのもありのような気がする。まあ気になるスコアタ、スコアタ見ましょうか。スコアタのね、まあスコアボーナスとかね、よるからね。さあ、スコアタ、なにモテアバス、ご褒美一覧、モテアマスだけで3000位、5000位、5000位まで、まあこれいつも通りだよね。で、経験値玉、以上ということで、若干微妙っすね。まあ、もしくは、来週がイベント限定スコアだ。いや、でもそれはちょっと比率があまりに少なすぎやしないかいっていう気がする。まあ、モテアマスね、まあ僕持ってないんで、いいんですけども、ちょっとヒントの方見ていきましょうか。スコアボーナスは使いスネーカー、まあここは予想通りだよね。活躍度大で、まあニョロロのスカイスネーカーということで、まあ、不思議豪傑不気味ニョロロのモテアマススコアだと。なんともですね、まあまあ楽しんでいきましょうとしか言いようがありません。まあワイルドボーイ復刻ということで持ってるんで、今回非常に回しにくい妖怪学園 Y ガシャがね来ました。まあ2日間限定なんで、まあありってやありだけど、まあでもね、せっかくね夜遅くまで起きてたんで、ワンチャン狙ってみましょうか。ここでワイルドボーイ、いやブルームーン来るかもしれません。そしてスキルの秘伝書もね来るかもしれない。行きましょうかっていう、まあちょっと微妙ですね。まあいいや、神引き運試しということで行きましょう。さあ頼むぜ。500ポイント。神引きとは単発で出すこと。さあオルジョス、赤ミスかい、赤カップからの、おう、ひょう変な来ました。これも何ともコメントのしようがない。まあひょう変なは、まあ、使えるかは別に置いといて、プニの中では僕の中では結構好きな方に入ってます。なかなかいい感じです。 A ランク技レベル上げていきます。うひゃひゃひゃゾウ。さあ皆さんはね、予想当たりましたか、そして回しましたか、何が出ましたか、コメント欄で教えてください。まだまだプニプニやっていきます。それではですね、今回追加されたキャラ使っていきたいなと思います。ワイルドボーイ必殺技はタップでデカプニを作り周囲を消す。ランクは Z、 通称黄色猫です。黄昏乱れ打ち、かっこいいよね。そして必殺技はね、 G まで打てます。最強だ。そしてスキルがですね、自身の妖怪プニがつながりやすくなる4倍ということで、このねスキルもちょっと見どころです。そしてもう一つ、スキルの秘伝書がね追加されました。スキルのレベルが一つアップする。さあ強敵のねブルポンで使っていきたいなと思います。さあ皆さん、ブルポンゲットできましたか。さあ使うキャラなんですけども、デスコンダクター交換しました。今技レベルは4ですね。十分です。スキルがあります。そしてワイルドボーイ邪神カチカチ、
まあ、使わないんだけどいるだけです。薄ら影の種族効果アップ。そしてヒロシンシャドウ、こちらもですね復活スキルがあるので、まあいるだけでねワンチャンあると。そしてトリベア、ちょっと変わった必殺技を持ってます。そしてスキルがつながりやすくなるということで、さあこんなパーティーでいきましょうか。まあポイントはねデスコンダクターとこの今回追加されたワイルドボーイ、まあこれしか使わないんで、まあこの2体がね非常に今回のこのブルポン、そしてもっと言うならばねもっと強敵のですねスカイスネーカー、こちらに対してもね非常に使える。なのでまあ、今回ね追加では特に特殊能力ありませんでしたけども、それでもまあ使えるキャラなのはね間違いないんで、まあ今回の即戦力として使えると。さあワイルドボーイタップでデカプニで、ここでデスコン膨らめます。デスコンはね2回打ちです。2回打たないと倒せません。なのでここでねこのタップのデカプニが非常に使える。さあフィニッシュ。まあ、デスコンも強いんだけど、この黄色猫非常にね使いやすいです。さあ倒しました。そして3ポイント星のミッション、妖怪プニのサイズ24以上、これもね結構難しいんじゃないかと思います。しかし今回の黄色猫があればこんなミッションもね簡単です。さあ使うキャラなんですけども、まあワイルドボーイねタップでデカプニ、そして同じようなね必殺技を持ったキャラとしてはアムロトール、こちらもねタップでデカプニです。そして酒呑童子、こちらもタップでデカプニ、勇ましい族の SSS ランク。剣舞魔人白虎、タップでデカプニです。剣舞魔人スザク、タップでデカプニー。さあこんなパーティーでいきましょうか。だからねタップでデカプニー系はね万能です。星のミッションでも使えるし、強敵のさ攻略でも使える、あとスコアタックなんかでも結構使えるよね。だからタップでデカプニーはうまくやればまあ連発できたりね、いろんな使い方ができるよね。で最近はさ技ゲージ吸収みたいなね隠しステージの強敵にギミック使ってくるんで、このタップでデカプニでデカプニ作ることによってねその吸収されたね技ゲージ分はねまあ補うこともできる。なので非常にこの使いやすいよね。さあまずね技ゲージ貯めていきます。さあそして、まあ、今回ねワイルドボーイでデカプニ作りましょうか。ちょっとデカプニ作っておいて、あとはですねタップでデカプニでどんどんねデカくしていきます。まあサイズ24ぐらいであればまあ楽勝でいけるでしょう。まあサイズ30ぐらいまではね軽くいけるんじゃないかと思います。さあ星のミッション、皆さんもゲットしましたでしょうか。今回も星集め結構たくさんあって結構難しいのもねあるんですよ。なのでまあイベント期間ねまだ後半たっぷりあるんでじっくりね楽しんでいきたいなと思います。さあこれでいったでしょ、おそらくいったでしょ、感覚的にはサイズ30ぐらいあったんじゃないかと思います。いきましたね。さあこれで星のミッションクリアです。さあ次はですね星のミッション、一度に15プニ以上をつなぐ、これもですねまあ結構難しいんじゃないかと思うんですけども、黄色猫ね使っていきます。さあ黄色猫のねスキルなんですけども、自身の妖怪プニがつながりやすくなる4倍ということで、結構離れていてもねつなげます。まあ比較としてね獅子舞入れときましょうか。こちらスキルありません。まあありませんというかねつながりやすくはなりません。そして同じようなスキルを持つキャラとしてはまあノクト、そしてルシファー、そしてトリベアもですねつながりやすくなるスキル持ってます。さあこんなパーティーでいきましょうか。つながりやすくなるスキルはね、まあ、非常に使いやすい、万能だよね。だからちょっと離れていてもつながるようになるんで楽です。特にね最近の隠しステージの強敵とかね
結構短時間でさフィーバーインしないと倒せない、そんな時はですねこの黄色猫とかね使えます。結構離れていてもつながるよね。まあ獅子舞はつながりません。トリビアなんかもねプニ1個分ぐらいはねつながります。で黄色猫もねかなりプニ飛び越えてつなげることができます。これで星のミッションもねクリアできます。さあそしてタップでデカプニ、技自体もね非常に強力。そしてトリベアが面白いよね、プニを変化させます。ただ何に変化するかは分かりません。さあそしてモンストコラボキャラのルシファー、いきましたね。さあクリアしました。さあこれで星のミッションクリアです。着々とね星集めやっていきます。